が合う。でこのバケハをかぶっていい感じです。いい感じ。結構この長さにバケハが似合いますね。こんな感じで1回目と2回目の配信はちょっとガーリーな感じでいたんですけど、3回目と4回目はねちょっとかっこいい、まあ、ストリートっぽい感じで、いってます。あ、ゆうちゃんがレインボースター投げてくれてる、ありがとうありがとうございます。本当にあと初見の方が多いな、ありがとうございます。もう12時回った？全然12時回ってる。ゆうちゃんのファンの方も来てくれてありがとうございます。ゆうなちゃんさっき認証したばかり。あ、認証してなかったの？認証してなかったんだ。帽子がおしゃれ、おしゃれでしょ。下北沢で買ったんです。めちゃめちゃ下北沢行きたいすごくすごく下北沢に行きたいです。下北沢で服が買いたいどんだけ服買うんやねんって感じですけど、ゆうちゃんの帽子はあるけど、なんかねちょっとパイソンに、パイソンはさすがにパイソンにパイソンはねさすがにハードな感じだったか。かぶりますか。こっちの方が後ろに見えるかな。か全身で見るとなんかすごかったけど、こう見るとまあなんかおしゃれに見えますね。おしゃれ上級者っぽい。頑張ってください。なんでそんな敬語ありがとう。その T シャツ初めて見た。これは最近買ったやつです。確かになんかこの帽子おしゃれに見える。おしゃれに見えるけどすごい上級者、ハイテク上級者テク。似合うね、本当？いやすごい、うなとり丼がいっぱいいる気がする。ありがとうございます。どんちょう引き連れてきてくれてありがとう。ゆうち上位じゃん、本当だ。ゆうちゃん種投げて、種投げてるのかな。
方もありがとうございます。あのね、何やってたか分かんないけど、なんか寝転がってたら結構1時間半経ってて、本当だカウントしてる。1時間半経っててまだご飯とかは食べてないんですけど、あ、うなとり丼長ありがとうございます。うなとり丼長じゃないな、うなとり丼の皆さんありがとうございます。丼長は今カウントしてるらしいですね。なんかさ、さっきネモハマ踊ったからかわからないんだけど、めちゃくちゃ筋肉痛なんだけど、どうして？めっちゃ筋肉痛なんだけど、どうしてですか？私の体、筋肉痛。筋肉痛で痛いな。筋肉痛になるダンス、そうだよね、筋肉痛になるダンスですよ。なんかすごいね、痛い。なんかいい明かりないかな、ちょっと暗い、暗いな。ありがとう。なんかそう、また明日投げるね。ありがとう。おやすみなさい。ちょっと明るくなったかな。うなとり堂の皆さんもありがとうございます。ミラも明日ゆうちゃんの方に星投げします。ありがとうございます。本当にね、そのさ、カップヌードルって反映されてるんですか、この無料のカップヌードル。お互い助け合いながら、協力し合いながらですね。もうさ、顔がむくんできたのよね。顔が丸くなってきたんだよね。ライブランキングに反映されてる。よかった。音符投げた、嘘だ、音符投げた、全然わかんない、全然。全然わかんない。反映されてないかも。めっちゃカップラーメン食べたい。めっちゃカップヌードル食べたい。お肉はこうかな。
ゆうちゃんルームでレインボースターありがとう。りーちゃんもイベント頑張ってね。ありがとうございます。ゆうちゃんのファンの方ありがとうございます。私も時間があるときはゆうちゃんのルームにペッペッペッって投げて投げに行きます。買っておいで。でもね、肉食べたいんだよね。ということで深夜の宮里クッキングでもしますか。さあさあさあ、もうこれは高齢化しそうですね。みんないっぱいありがとう。カップヌードル、あれなんだよね、ゆうちゃんのルームではカップヌードル投げられないんだよね。はい、ということで今からクッキングしていきたいと思います。まあ、ラストワークなんですけど、これラストワークと言いつつ、これ多分自動的に切れないんで、星とかギフトを投げるのは33分までなんですけど、もうそれまではもう目いっぱい投げていただいて、もう33分過ぎたらもう別に投げなくてもいいので、もし持ってる方がいましたら33分まで投げていただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、宮里さんは夜ご飯を作ります。お肉解凍のためレンチンします。私が大好きなお肉をね、焼いていきたいと思うんですけれども、ちょっといつもフライパンで焼いてるんですけど、もう油の処理が大変なので、今日はアルミに敷いて作っていきたいと思います。牛肉です。牛肉ともやし、もやしと牛肉です。今電子レンジで解凍しておりますので、ちょっと待ちます。もらってきた玉ねぎも使って、画質悪い、あ、間違えた。じゃあ玉ねぎも一緒に焼きましょう。明日の予定はいかが。明日はちょっと昼はね、予定があるんですけど、あ、そう、待って、タイムテーブル755に一応載っけたんですけど、明日はですね、朝の電子レンジすると電波悪くなる。そうなの、ごめんね、ちょっと我慢してください。明日はね、じゃーん、こんな感じのあれになってます。7時から7時半ですね。まず7時から7時半で、次が17時から18時半です。5時ですね、5時で、次が8時から8時半で、最後が11時から11時半になります。全部一応3周できる日程予定になっていますので、よろしくお願いします。明日も、明日は朝一応やります。いい匂いが。
解凍ができたので肉を焼いていきたいと思います。初見です。初見さんもありがとう。わあ、いい匂い。ではね、この牛肉ちゃんたち焼いていきたいと思います。そうです、種は普通のところじゃもらえないので、種はそのフリーライバーさんのルームで一定時間視聴するともらえるので、ぜひよろしくお願いします。全然あれでもこれでも焼けそう。あとぜひフォローも皆さんよろしくお願いします。下準備というか、まあ解凍しただけなんですけど、じゃあゆうちゃんから昨日もらった玉ねぎチーム、玉ねぎちゃんも切って入れます。嬉しい、すごい初見が、初見の方がいっぱいいる、嬉しいです、ありがとうございます。玉ねぎともやしも投入、熱い熱い。お、結構焼けるじゃん。でもアルミの方がなんか熱通りやすいのかな。今日はレアでいただきます。そして玉ねぎを投入。玉ねぎって生でも食べれるんだっけ。これ、昨日も話したっけ。すごい、服部牧場長がいっぱいいるの。あ、生いける？別に、あんまり焼かなくても。私もぶち込みます。イエイ。今こんな感じ。すぎると高くなるから、もやしと玉ねぎ優先で。焼き方とかにそうすごいんです。お腹が空いてきた。よいしょ。ちょっと焼肉のタレをかけたいと思います。
の配信っぽくなってきた。すごい、もやしと玉ねぎいっぱいのグリル焼きみたいな。宮里さん、夜ご飯を食べたいと思います。昼はね食べたんですけど、夜ご飯はまだ食べてないので、この最終枠とともに食べたいと思います。あと11分です。皆さんあと11分頑張ってください。ありがとうございます。本当にありがとうございますね、夜中まで。ナトリドのみんなもありがとうございます。では食べたいと思います。いただきます。白米はあるけどいいかな今日は。ちょっと食べなかった。おいしい、おいしい。まあ、肉、もやし、玉ねぎ炒め。ネギも食べてみよう。うん、このネギちょっと苦いかな。おいしいです。牛で牛牛。じゃあお肉も食べます。
しいでしょ。やばい、それ見たら本当にカップラーメン食べたくなる。コンビニ行こうかな。おのぴょん、たぶんありがとう。待って、カップラーメン食べたい。おのぴょん、ありがとう。後でメッセージ送るので見てください。カップラーメンどうぞ。カップラーメン食べたい。お肉も食べます。あ、結構かかい。焼きすぎか。ご飯、あと5分。あと5分、この5分の方。終わったら目の前のコンビニ行こう。息がある。ハートブレイクさん、アットマークリラン中。イエーイ。熊田、ありがとうございます。ありがとう。なんかしみる。みんなからの最後の、本日最後のもらい物が。ありがとうございます。後でメッセージ送るので見てください。本当にありがとうございます。さっきの皆さんもありがとう。リートの距離がちょっとずつ狭まってきてる。100メートルコンビニ、そうだね、100メートルコンビニだね。肉最後に焼けばよかった。あと4分です。うん、うまい、おいしい。幸せ。幸せです。明日のタイムスケジュールになります。よろしくお願いします。プレゼントの送り先、あ、聞いてみますね。聞いてみます。明日この時間帯に配信できないの、ね、できるよ、全然できるけど、なんかその時間帯を作ってくれた方のとかタイムスケジュールがなんかよくわからないことになってて、
私に送ってくれた方、ちょっと DM 見てもらっていいですか。ちょっと数字がすごいごっちゃごちゃになってて分かんなくて、これにした。あ、じゃあ もしかしたら変わるかもしれない。はい、またあとでおし、あとでおし、あれ改めてお知らせします。あと2分です。やばい、辛っ。ここは朝7時からです。朝は2分お願いします。本当にありがとうございます。戦争になってしまった方がいたらごめんなさい。あと30秒です。ピピピピピ。おしまいです。終了。カン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 。お、2位まで 76,000 になった。縮まった。はい、規定の時間に達しました。もうこれ以上は種投げてもギフト投げてもカウントしても何も反映されないので、あの、投げなくて大丈夫ですよ。切った方がいいかな切った方が分かりやすいかな。本日切ります。肉は一人で食べますチェン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 。時間オーバーすぎて失格になる可能性もあります。それはダメ。あ、じゃあランキング見たいと思います。教えてくれた方ありがとうございます。急な閉店時間になってしまいました。13位レントさん、アットマークリラン中。ちょっとごめん、帽子取らせて。レントさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位が大三元さん、ありがとうございます。そして11位がハブさん、ありがとうございます。そして10位がテルチャさん、ありがとうございます。そして9位がサザビさん、ありがとうございます。そして8位が山猫坊主さん、ありがとうございます。そして7位が森のパンダさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。そして6位が YS さん、アットマークアニョン、ありがとうございます。そして5位が服部優奈、牧場長、アットマークショールームイブ、ともに頑張っていきましょう、ありがとうございます。そして4位が純船さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。そして2位がオノピョンアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がハトブレイクさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、オノピョンとハトブレイクさんは、タワークマタワーともにありがとうございました。あの後ほどあのメッセージを送るので確認してくださると嬉しいです。そして今日もね、あの今日からまあイベント始まりましたけど、参加してくれた皆さん本当にありがとうございました。まあ、長い戦いになって明日もありますので、楽しみながらやっていけたらなと思います。本当に今日ね関わってくれた全ての皆さん本当にありがとうございました。また、こんな私ですが、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、もうちょっと怖いのでこの辺で切りたいと思います。ということで、リランチありがとうございます。また明日、7時からですね、明日の朝7時からあるので、また皆さんよろしくお願いします。ということでこの辺でさよならんりー、バイバーイ、またね、おやすみ。